あえてこの時代に手紙を書くよ。あえてこの時代だから俺の字で書くよ。拝啓、お元気ですか？時候の挨拶はなしでいいかな？あれからどれくらい月日が経ったろう。伝えたいことがありすぎてもうすでにわけわかんなくなってるけど、自分の言葉で紡いでいくね。迷惑ばかりをかけた10代、あの頃に比べて今はどうだい。今頃になって気づいたあなたのありがたみを、たくさん心配かけたなって今さらそう思うんだ。でもそう、これでいいんだ。あなたがいたからここまで来れたよ。あなたがいたから頑張れたの。あなたがいたから歌を歌えるの。届いてるかな、伝わってるかな、飾らないまっすぐな思いを。最後はいつもこの一言で、変わりはあるよ、たくさん成長してるんだ。あなたの知らない間に少しずつ大人になってる。花波に揉まれながら必死に生きてるよ。いろいろ分かってきた20代、あの頃のあなたのこともそうだ。今になって分かるあなたの強さやぬくもりを。この先どんなことがあろうと俺は強く生きてくよ。だからそう笑う。元気でやってて、元気でやってて。うう、飾らないまっすぐな思いを。あなたの好きな花と共に。